巨人はまだ来てないはず、そんなに。とか言ってて、前回の二の舞みたいになったらやばいからな。もっと早く行けなかったのかなとか。カミカミですけど。来る前からカミカミ。おー、ポコ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 。なんか出てる。取っとこう。そういえばさっきレベル1個上がってたから、祝福。これ剣の、最後のコンボの攻撃ダメージが 50% 増加。こっちにしよう。その後、剣の攻撃力が 10% アップっていうやつ取ろう。なんか、すごい、せわしなくプレイしてるから、全然、スキルの画面とかゆっくり見させてくれないじゃんって話ですよね。わかります。こっちで合ってんのかな？合ってる。いけそういけそう。うん。で、あれ、でも意外と遠いな。かなり距離あるかも。会いに行く前に巨人が村の方来てて終了っていうパターンありますからね、これ。とりあえず向かってみましょう。あれ、でもなんか見慣れないアイコンがあるな。なんか取引マークみたいなのとか、なんかピラミッドっぽいなんか積み石マークみたいなのがあるけど、これなんだ。あー、てか下にあるな、それ全部。なんてことだ。行きよ。まだ3日目のお昼ぐらいだから余裕ありそうかな。結局あの祠にはアクセスしたいけど、これ何、ここにあるやつ、この、どこからアクセスするのそれ。どこからもアクセスできない。あれだ、前回手に入れた坂っての、坂ある、坂ない、床しか。なるほど、前回手に入れた坂がないとここ行けないんだ。あー、なんか違う、あた、違う武器にしてた、弓にしてたわ。で、こんな下の方にいる。ここに点滅してる。あと15分とかって書いてあるけど、とりあえずここから下に降りるか。いや、これ壊すの大変だ本当に。もしかしたらハンマーとかの方が早く壊したりすんのかな、剣より。その可能性大いにあり。得意なダメージとかが違う。あ、これ、離す、メジカダーイン。何、離すとどうなるの。おお、ソウル476もらえた。世界中のメジカを礼拝しました。イベントの破片とかはもらいましたけど、イベントの破片、これ死ぬわけにはいかない、死ぬわけにはいかないけど、あそこの祠にはアクセスしたい。祠の近くあんま人いないことを願う。あ、大丈夫そう、いけんじゃない。あ、いけるいけるいけるいけた、いけた。あ、間違えた、テレポートの魔法使っちゃった。なーにやってんの、ほんとに頼むよ。なんじゃそりゃ。ちょっとアップグレード、はい、やった。これで、あ、石のつるはしとか銀のつるはしとか作れるけど、いやー強そう。これこっちの矢の方が絶対いいよね、すぐ作れるけど。これ何？これ、これも無限なの？セットすれば OK みたいな？なわけないよね。雷の爆発や。ああ、これ、それだったら1個でいいもんね。1本打ったら終わりそう。ちょっと1本だけ作っといてみよう。ああ、この辺りの、鉄とか、よくわかんないけど、作ってみようかな。その農場を立て直してみよう。これで作れそうだから。農場を建て直したらどうなるのかってのを見ておきたい。どうせどっかでゲームオーバーになるんだから、これ。あ、ここら辺からは毛糸ってのが必要なんだな。毛糸ってのはさっき出てたな。多分。あと、この鍛冶師に貢いで、新しい強い武器が作れるようになろう。そろそろ、そういうこともしていかないと、この村人の剣レベルんじゃ。下の巨人を倒しきれない気がする。ヘルの眷属の爪、オッケー、ありがとう。まあ、それとともにこのユグドラシルの種にも多少は入れてかないと。例えばさ、これとか、ああ、ソウル200と木の板、切り石、鉄、
作れなさそう、作れなくはなさそうだよね。なんかこういう防衛線とかではどっか一つの門が閉まってる方が、まあ、楽っちゃ楽だもんね。これレベル上がったら村人たちのこのダメージ、あ、なんかスキルみたいなの使ってる。あれ前から使ったかな、レベル上げたから使ってくれてんのかも。よ、最後の一撃がダメージ 50% アップ、お得。いいよ、前回よりだいぶテンポよく、こう装備とかこう村の人たちの設備をレベルアップさせてる気がする。うん、多分ね。よし、ここにソウル突っ込んでみよう。よし、そしたらレベル、このシギュンの刃とか、あ、いけそうだけどね。シギュンの刃、あー足らないわ。蛇の舌、ヘルの眷属の爪ってのが足らない。あの夜戦って戦ったら落としてくれるやつ、それが足らないのか。なるほど。でも一応このシギュンの刃っていうのを作っておこう。そうすることでいい感じになりそうだから。で、弓は、あ、弓もなんかいろいろ作れるな、これ。今ノルニルの弓1、麻痺効果がある。ニントブルムのトゲ、誰でいつ手に入れたやつだこれ、わかんないけど矢にしといてみよう。で、そしたら装備切り替えようかな。装備スロット1で、ノルニルの弓 OK。 こんな感じか。これ何だったんだ、あ、幸福の戦利品ね。 OK。で、そしたら、ちょっと気になるんだけど、これ、弓は、あ、なるほど、普通の、このしょっぱしょっぱ弓は、無限だけど、ちょっと強い弓は、普通に段数あるし、もっと強い弓は、本当に作らなきゃいけないしっていう、そういう仕組みなのか。左下、コロコロ切り替わってる。無限の矢は、そんな大したことないんだ。あ、ヘルの眷属の爪、プラス 3？ え、足りないか。多分足らないよね。これレベル2にしたいんだけど。うわー、1個足らない。落ちてない近くに落ちてないかな。いや、そんなこと言ってる場合じゃない。もう来るぞ。うわー、結構かっこいいかも。このゲームさ、ズームインとかできないから。あ、これ。ヘルの眷属の。あ、指輪だ。爪じゃない。あ、これそろそろ行かないと。そろそろ。出迎えて、あ、ほら、町に近づいてるってさ。こっちで合ってんのか。おお、強い強い。しかもなんか闇属性みたいなのついてるから、かっこよさもある。素晴らしいぞ。あ、近いか。待ってよ。なんかそもそも祝福ポイント1個余ってんじゃない？よし、剣のダメージ 10% アップ取った。人狼。あ、そういえば前回人狼いたな、近くに。杖とかって思ったと。あ、ちょっと待って、この上のやつアクセスしてからにすればよかった。まあ、いっか。うわ、すごい雑魚になってるこいつらが。あ、いって多少追尾してきてんの強っ。うわー、ここら辺のやつらはなんか死んでんのかな、倒されたのかも。ちょっと待って、体力回復のこのドゥクドゥン。はい、こいつ名前なんて、名前どういう攻撃してくんの。ゲイルローズ、こいつね、チュートリアルで戦ったかも。やばい、足踏みだ。なんかチュートリアルで戦った時は僕の方がね、なんかすごい強い武器持っててなんか楽勝だったんですよ。うわー、踏み潰された、かわいそうに。待て、あ、え、え、ちょっと待って、必殺技も変わってる。すごい台風みたいなの出してる。台風ではないか、まあ、みたいなもんな。あ、でもいけそういけそう。655、反撃目と同じぐらいの。あ、やばい、必殺技来るかも。あれ投げてんの強え。なんか追尾してくるし、地味に。やばい、パンチ、あ、やばい、普通に食らっちゃった。今ゴリ押ししてもだ、いや、ゴリ押しは良くないか。ゴリ押しするほど体力の余裕ないよね。まあ、これスキルパンパン使っとこうかな。はい、あ、これ投げてくるやつ違う、ちょっと範囲の広いやつ。
よっ。うーん、パンチ。あ、でも倒せそう。いけるわ。早めに対処しなきゃいけないってことを覚えたぞ。あ、あぶね。待って、ポーション使うわ。使いました。あ、やばい、いい方のポーション飲んじゃった。まあ大丈夫か。いいってことにしとこう。さらばゲイルローズツン。必殺技で倒そう。よっしゃー、倒した。え、ソウル1700もらえた。やば。金の巨人の破片。え、ソウル1700、えぐいな、えぐい。ありがとう。それで祝福ポイントをもらったから、回避時のダメージを残す。獲得マナプラス 25% アップ。獲得マナプラス 50% アップ。どんどん必殺技使えるようにするか。他のスキル全然見てないけど、あ、鎧の耐久値プラス 25% とかあるんだ。炎の効果 20% アップ、氷の効果 20% アップ。だから闇属性の武器はその効果を受けられないから、できたら炎属性のとかを作った方がいいのかな。伐採所、伐採関連の素材が生成される。なんか木の板が生成されるってことなのかな。あ、これもう入れられる。え、もういけるじゃんこれ。え、いけるくない、これ。再生してみるか。いけた。開く。再建済み。次の荷物の到着。ああ、すごい。この辺りが勝手に出てくるんだ。資源として送られてくるってことでいいんだよね。すごいじゃん。やったね。巨人も倒したし。順調だよ。とりあえず、その前回のところまでは、もうこうハイスコアというかね、そこら辺は更新したわけだから、いいんじゃないかなと思います。これ、全部修理っていうコマンドないのかな？なんかなさそうだな。盾全く使ってなかったから、盾全く減ってない。防具も全然傷ついてない。そんなもんか。それで、そのさっきの巨人から何もらったのかは、あ、ゲイルローズの破片、あ、かけらか。ゲイルローズのかけら使ったら、なんだろうな、氷武器とか作れるんじゃないの？クラフト。なんか、こう、え、こいつさ、氷の武器とか全く、あ、え、なんだ、武器によって違うのか、属性。決まってんのか。この、氷属性の刀ってない？ないね。どっかに、このゲイルローズの、なんか使う、アイテムがあるんじゃないの？ボスの武器でしか作れない。あ、じゃあ、ボスの素材でしか作れない武器みたいな。それ、素材から、これに使えますぜ、みたいな、見られないの？この素材が、何に使用されるかとかは、なんか教えてくれないのかな？なんか教えてくれなさそう。そして、この闇のモンスター、あれ？なんか違う、なんかアイコン出てるな。もしかして強いやつ来てる？こんな感じする。うわっ、うわ、なんだ、自爆タイプだ。危ない。なんかアッシュというか変身も出てきた。おお、何こいつ、やばいやばい。よっよっ。あ、この台風いいね。やば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 。ちょっと待って、これちょっとだけソウル追加しよっかな。水ガラスにソウル供給しないと、ちょっとやばそう。ああ、やべえ、爆発された。よっ。この必殺技が強いんだか弱いんだか。痛い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 。ちょ、回復してくんない？回復無理。あの回復の魔法使ってくんないっていう。うわ、ずっとあそこでなんか刺されてるじゃん。あ、ちょっと待って、爆発のやつが、また爆発しちゃったかも、そこで。怪しい。うわうわうわ、ユグドラシルの
タメが結構ダメージ食らってるかも。このでかいやつ倒したいんだよ。よっ、なんかでかいやつ倒すと良さそうだからと思ったけど、わあ死にそう。つえ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 。まあポーション結構、あ倒した、あ勝手に消えただけか。あ倒せてないかも。勝手に消えただけかもしんないっす。テンポえぐ止まることを知らないな。よっ、クラフト。この辺りのなんか命中時に凍結効果とかそういうのとか大事なのかな。霊気耐性とかあるし、少なくともこの体力のポーションレベル2ぐらいまでは持ってた方がいいのかもなってちょっと思わなくはない。で、この辺りとか、あこっちの防具の方にさっきの、あったあったあった、ゲイルローズの顎のかけら使って、なんかフォルニオートの守護ってのが作れる。盾だ、強い。他にももしかしてある、その下の方に。あこのフォルニオートセットを作るのにゲイルローズの顎のかけらがいるんだ。なるほど。一応ここは、待ってね、アップグレードする前に1個縄文閉じてみよっかな。これありっちゃありだよね。よっ、まあソウルを回収しといて、ここいけるじゃんこれ。ほらこれ入れて、これ入れて、ほら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 、アップグレード、巨人の進行に際しても役に立つ。開ける。おお、すごいすごいすごい、門ができたわ。これ大事なんじゃない。え弓兵の塔、え弓兵配置できんの。配置しとこうか、配置してみようか。何でもやってみよう、これも もうとりあえずこれ全部やってみよう。あれこれなんだ、クエストボード。グズルーンと話す、フロージと話す。え武器とかもらえるじゃん。今夜はヘルの眷属が現れない。あそうなの、そんなこともあるの。何これ、こんなクエストボードなんてあった。いや知らなかっただけか。調達地にいるアスタ、調達地行ってみよう久しぶりに。やべ知らないこと結構あるな、まだ全然。ちょっと待ってよ。ようはいいんですけど、ちょクラフトしよう。これ石とかは基本的にこの鉄にすることが目的で手に入れてるわけだから、この辺り全部板にしてもいいよな。木の状態で使うことなんてあんまないんじゃないの多分。一応全部その上位のねアイテムにしてた方が良さそう。あと刀もあれかも。おおすごいすごい、弓兵が配置された。より強い矢を預ければ村の防衛が強化される。どうしよう、もうこれ以上はちょっと生産拠点をもうちょっと強化したいから、門への投資はこの辺りにしておこう。そしたら、そうそうそう、デックアールブに捕まったものが目撃された。もう何の話クエストか、突発クエストみたいなもんか。そうなのかも。あこれクラフトできる、よっしゃレベル2になった。おー、なんか剣がでかくなったかもしんない、もしかしたら。あなんかスキルのマークが1個増えてるな。あそうか、そのレベルアップした後はいけるのか、そのすぐに耐久値がマックスまでいくんだな。素晴らしい、いいだろう。そしたら、やっぱイベントだ、あそこ行った方が良さそう。氷の頂への橋を修理する。なんだリフレストのことか。このゲームなんか途中でね帰れるっぽいんですよね。もうここまででしか無理ってなった時に、そのビフレストっていうね橋、まあ虹の橋かな、まあ今はこの氷の橋みたいなことになってるけど、それを修理すれば冒険を切り上げて帰ることができるっぽいんですよ。でその行った冒険の度合いによって特別な、なんだっけな、黄金のホルンだったっけってのをねもらえるらしいんで、まあ、帰ることもねなんか時には大事っぽい。うわめっちゃ強い、やば、
すごいじゃん。まあその闇の眷属たちにはあんま聞いてないかもしんないけど、普通のモンスターたちにはだいぶ聞いてるな。なんだ、横走りでなんかやってきた。あ、こいつこいつ、さっき倒されたやつ。なんか召喚してるし、強ー、これ。あ、デックアールブ、あ、デックアールブってやつらなんか、こいつらなんかそうっぽいな。え、インベントリが満タンです。そんなこと考えたことなかったからあー、なるほどなるほど、これがいっぱいって言ってんのか。マナの霊薬ね、まあいらないんじゃない多分。で、E ボタンでなんか新しい技使えるっぽいんだけど、誰かがさらわれたって言ってるけど、この周辺探さなきゃいけないのかな。